お前は見えるか。よし。
もしあなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と漁師が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士ということ。あれは火事か。あの家から。猛虎だ。おい、アルボー、アルボー、アルボあったものです。ここを襲うなら猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていればまだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。遅かった。救えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て。焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。Thank you.
Yagyum har simum. Send negum back. Hmm?
하게. 서! 先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくても和歌は読めるぞ。酒井様、お達者で。
変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。本心を言えなくて猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。リッツァケネハトゥルイルリボルハムタッやぶつかい。てたぶん。ビドゥルヴォンドゥルンテリクウスムジェルスン。ハダクテキー、ガラッイル。ほい。Arvo, you wait. Nekum sum tevla. We then lo derswen. Uga samrach nam sum tevan. Aku charvoth. Ota dasna tirni. Sum sum gena shig bolson. You ayakta. Sumo zapoy. Udo kikcha hamba. Thank you.
事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。母上は湯治に来た時すら髪を下ろしてくださらなかった。